ヨリック・ヘンドリックスは、ベルギー出身の男性フィギュアスケート選手。2014年ソチオリンピック、2018年ピョンチャン、オリンピックベルギー代表。7歳年下の妹、ルナ・ヘンドリックスも、フィギュアスケート選手である。2019年2月1日、ゲーであることを、カミングアウトした。ベルギースケート連盟は、 選手層が薄い時刻フィギュアスケート選手に対して熱い援助を行っているとは言えず、ヘンドリックス自身で活動を続けるためのクラウドファンディングを募ったことがある。5歳半の時にスケートのトレーニングを始める。10歳の時からカリーネ・ヘリガーズに支持している。2009から2010シーズンより、 ISU 主催の国際大会に出場。ベルギー選手権では、初優勝。欧州選手権は、前年よりも f s への出場人数が4人減り20人になった。中、19位となり、本人も驚きの SP 通貨となった。世界ジュニア選手権では、目標のトップ12を逃し、15位。2010から2011シーズン。 このシーズンから3回転プラス3回転のコンビネーションジャンプをプログラムに入れ始める。欧州選手権では新設された予選を1位通過、総合では16位。世界選手権に初出場し19位。2011から2012シーズンシニアクラスへ完全移行。クリスタルスケートでシニアの国際大会で初のメダルを獲得。欧州選手権では 同国のケビン・バンデル・ペレンが、怪我で途中棄権した中、9位に入った。プランタンハイでは、シニアの国際大会初優勝を飾る。2012から2013シーズン、シニアのグランプリシリーズに参戦。エリック・ボンパールハイでは SP で4位につけるが、朝のオフアイスでの練習で FS を棄権した。当初は捻座かと思われていたが、足首を骨折し、 ひ骨の人体を損傷していた。1月になってから、表情練習を始め、1月の終わりからジャンプも飛び始めた。世界選手権の FS では3回転アクセルを ISU 主催の大会で初成功した。2013から2014シーズン、1月の欧州選手権で9位。ソチオリンピックのベルギー男子シングル出場資格は、 前シーズンの世界選手権で獲得済みだったが、ベルギーオリンピック委員会は、欧州選手権12位以内をオリンピックへの派遣条件に独自に定めていたために、ここでようやく出場が決定した。初出場のオリンピックでは16位となった。2014から2015シーズン、スケートアメリカでは12位。NHK 杯への出場を予定していたが、 膝の怪我のために出場を辞退した。12月には膝の手術を行った。2月、世界選手権には出場せず、シーズンの残りを休養に当てることを発表した。2016から2017シーズン、欧州選手権では自己最高の4位。世界選手権では21位だった。2017から2018シーズン、 ピョンチャンオリンピック最終予選のネーベルホルンハイで優勝し、ベルギー男子シングルの出場枠を獲得した。スケートカナダでは5位。スケートアメリカは健康上の理由で欠場した。ピョンチャンオリンピックでは14位に入り、休養のために世界選手権には出場せずシーズンを終えた。2018年11月、2018から2019。 シーズンすべての試合の欠場を発表した。ありがとうございます。